夏田さん、お茶飲みます？いらない。ユウにまで嫌われて僕はもう生きていけない。嫌いじゃないですよ、大好きです。やっぱり僕マネージャーなんかしない方がいいのかな。いや、そういうことじゃないと思いますけど。嘘つき！だって最初は安成だって僕のこと嫌いだったじゃん。今更それ持ち出す。違います、安成くんは頑張っても夏田さんに追いつけない自分にイライラして夏田さんに八つ当たりしてただけです。嫌いだったわけじゃないです、むしろ好きです。こいつ地味にめっちゃ分析してる。怖。そんなことない、安成も僕のこと嫌いなんだ。安成くん、夏田さんのこと好きですよね。まあじゃあちゃんと好きって言ってよ。そうですよ、安成くん、夏田さんにちゃんと好きだって伝えてください。想像の100倍めんどくさい。おはよう。おはようございます。どうだった？地獄絵図でした。好きです。全然伝わらない。もっと真剣に言ってください。夏田さん、わざとやってましたよね。大変だったな。